韓国メディア、日本が制裁なら共倒れと警告。本日、韓国経済新聞が次のような記事を掲載しました。日本の自民党が、いわゆる徴用工判決に対する報復措置として、関税の引き上げ、送金、ビザの発給停止、復活水素など、必須素材の輸出の中断を取り上げている。復活水素は、半導体の製造に使われる素材だ。 日本企業は高純度のフッ化水素の生産を独占しており、韓国を圧迫する強力な脅威だ。逆に見れば、日本と韓国の経済がどれだけ密接に絡まっているのかを見せる事例でもある。高純度の半導体用フッ化水素は、日本企業が世界需要の90%を生産している。 復活水素を生産し管理してきた歴史は100年以上だ。サムスン電子と SK ハイニクスも必要量の大部分を日本から輸入している。韓国の半導体企業は日本企業の製造設備と産業用のロボット企業から装置を供給されている。 日本と韓国の経済は密接に絡まっており、日本も多くの経済的利益を得ているだけに、経済制裁が実現される可能性は大きくないという分析も出ている。日本経済新聞は、韓国が傾けば日本も傾くと伝えたとなっておりまして。丁寧に、 警告していいただきありがとうございます日本政府は韓国にのみ一方的に被害が出る金融制裁を行うと見られておりますがこちら、韓国政府が今後も日本企業の資産を差し押さえ売却してしまった場合日本としてもそのような問題を雑しすることはできなくなりますのでこの問題が 日韓だけでとどまっている間に、韓国政府にはぜひとも、日韓請求権協定に基づき、現在、起こされてしまっている裁判を、すべてですね、訴える、訴えている相手を、日本企業や日本政府ではなくて、韓国政府が代行して、必要な対応を取っていただくようにしていただき、これ以上、 日韓請求権協定に違反する、またさまざまな国際法に違反する犯罪行為が続くことがないように、早急に根本的な対策を取っていただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました